皆さんこんにちは、駅前プラス三輪光代です。最近寒暖差が大きくなってきました。いかがお過ごしですか？体調管理には十分お気をつけくださいね。さて今回はご覧の項目でお伝えしていきます。今週のイチオシは意外と知らない要介護です。体を動かそうはテレビをご覧の皆さんと一緒に脳トレ体操などを行います。椅子などを用意してご覧ください。今週のイチオシ、まずはウォーキングのすすめです。今回もこちらの冊子カニウォーキングマップからウォーキングコースをご紹介します。カニ市健康づくり運動普及推進協議会とカニ市が作成している冊子で、現在は森シリーズ、川と寺シリーズ、公園シリーズの3冊があります。今回は森シリーズから修賀公園と笹よりクリーンパークコースをご紹介します。自然を楽しみながらも見どころがたっぷりのコースです。スタート地点は修賀公園です。駐車場からこちらの独創的な階段を登っていきます。右に遊具のある広場、そして左手にはグラウンドがありますが、まずはこのグラウンドを一周する道路を歩いていきます。そろそろ曲がりますが、あ、ここですね、上りになっています。高台に上がって、そして今度は下りです。再びグラウンドに出てきましたが、ここから修賀公園に別れを告げて外へ出ていきます。ここから折り返し地点の笹よりクリーンパークへと向かいます。ワクワク体験館の前を通り過ぎると笹よりクリーンパークに到着です。ここで折り返します。こちらのコースは距離がおよそ3km、所要時間はおおよそ1時間です。今来た道を戻ると再び修賀公園が見えてきました。通り過ぎますと分かれ道です。ここを右に進みます。緩やかな下り道になっていますが、この先にあるのが松林寺です。臨済宗妙心寺派、およそ450年前に創建されたそうです。ちなみに中国の松林寺とは全く関係ないそうです。再び折り返し、見えてきたのは修賀八幡神社です。その横を通り過ぎるとかなり傾斜のある下り道です。その先に見えてきたのは修賀山大領寺です。慶安4年創建といいますから、1651年、今から370年ほど前の創建ということです。さらにここで折り返します。来るときに下ってきた坂道を帰りは登ることになります。かなりきつい坂なので、ちょっと体力に自信のない人は八幡神社で折り返すことをおすすめします。ゴール地点が見えてきました。ウォーキングは気軽にできる有酸素運動です。体脂肪を燃やし、心肺機能が高まり、生活習慣病の予防や改善、また脳の活性化やストレス解消にも効果があると言われています。最後に階段を上るとゴールです。お疲れ様でした。さあ続いては体を動かそうです。今月8日、岐阜ワールドローズガーデンで行われた街角プラスの映像を見ながら脳トレ体操などを行います。皆さんも一緒に体を動かしましょう。
椅子に座り、手を広げて周りに何もないことを確認してください。はい、じゃあ手を組みましょう。手組みます。パチン。はい、手のひらをくっつけてください。あんまり力をグッと入れなくていいです。軽くです。軽く、あとね、ぐるっと回しましょう。丸かくでいいです。1、2、3、4、手こうやって組んで、手のひらと手、指の、5、6、7、8、9、10、反対回し、1、2、手首を柔らかく、これ反対やりにくいの分かりますね。なんとなくね、なんかちょっと違和感あるね。この状態でさっきと同じように回してみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対回し。やりにくいでしょうね。3、4、これ反対、5、6、反対のつもりだよね。こうやって少しだけやるだけでも頭の体操にもなります。体は温まります。体全体の血の巡りも良くなります。簡単なことですけどやっていきましょう。じゃあ今度脳トレです。手開いていただいて、皆さんこうね、私はみんなに見えるようにこの向きでやりますけど、皆さんは自分の指を見るためにこっち向きにしていいです。はい、じゃあ親指から順番に数えて、小指からって言って1から10までこうやって自分で数えますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいね。じゃあちょっと早くいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうちょっと早くなって、めちゃくちゃ早かったね。私が追いつけんかったんやけど。次です。今度は小指からお願いします。ちょっとやりにくいよ、小指ね。ゆっくりいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ今より少し早くいきます。小指ね、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいです。はい、じゃあ次いきます。今親指から数えるのと小指から数えるのをやりましたね。ここから頭の体操ですよ。じゃあ今度皆さんもう一回自分の手見て、右手親指から数えましょう。左手は小指から数えてください。2つの手を同時にいきます。いくよ、せーの、もう声に出すもん。
次いきます。さあ今の小指からとか親指からっていうのを変えました。今度はねちょっとグッパーを使ってやっていきます。その前に少し運動、手を前、はい、握って開いて、これ10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、下ろして、はい、また上げてね、これいくよ、せーの、1、2、3、みんな綺麗に肩上がりますね、素晴らしい、1、8、9、はい、終わり。この続きは11月27日からの放送でお楽しみください。街角運動教室は地区センターなど市内28カ所で定期的に開催しています。お気軽にご参加ください。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。さあ最後にお知らせです。介護や認知症などの困りごと相談会についてと衆議院議員総選挙についてです。市では定期的に介護や認知症などの困りごと相談会を行っています。保健師もしくは看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどがご本人はもとよりご家族からの相談をお受けしています。場所は市内地区センターや公民館、市役所などです。予約が必要な場所もありますので、各地域包括支援センターへお問い合わせください。また新型コロナウイルスの感染防止対策をした上でご参加ください。衆議院議員総選挙が行われます。投票日は31日日曜日です。感染症対策をした上で投票をお願いします。また期日前投票も行われています。新型コロナウイルス感染予防のためなどの理由で期日前投票ができます。投票日の混雑を避けるためにも積極的にご活用ください。番組では皆さんからのご意見、ご要望、質問などを募集しています。宛先はこちらです。お待ちしています。さあ次回のいきまいプラスはカニの秋の味覚などをお送りします。お楽しみに。それでは今回のいきまいプラス、これで失礼します。